パリーグの若手打者が万波 OPS788 しか育ってないけん割と異常事態よな。侍ジャパン見ても背ばっかりやし、頓宮は若手でいいのでは。プレミア中に選ばれそうなの近藤と万波くらいやろ。飛ばない欠陥品ボール使うと若手が目立たないのは10年くらい前に証明されてる。背は育ってるんだが紅林選ばれそうやろ。小園門脇に勝てるか、使い勝手悪そうやし。言うほど万波も育ってるか、 OPS0.8 いってないんやけど。まあ一応本命打を争ったので打点やから一昔前の OPS900 弱の価値あるぞ。なんで吉田が頓宮に打撃の全てを教えたんかよくわからんから他のやつはダメだったんか。万波は一応育ってるけどメジャーいけるとか持ち上げられすぎやろ。同時期の鈴木誠也は遥か高みにおったぞ。守備に関しては万波が上やけど、ロッテみたいに背からおこぼれをもらうのが正しいな。パリーグのレベルは年々下がってる。万波は守備も良いからな。谷繁があともちょっと成長すれば一流言うてた。この前の U24 の日本代表の野手は割とガチで絶望感あるメンツだったな。実力のパ人気のパとかすっかり言われなくなったな。ご視聴ありがとうございました。